ここからは世界選手権についてちょっと振り返っていきたいと思うんですけれども前回の動画で村君に来ていただいて一緒に観戦しながらテクニカルな部分で本当に参考になる細かい部分をしっかり教えていただいたので今回はなんとね美に 美にちょっとフォーカスを当てて、三鷹さんにと一緒にあのねお話ししたいなと独白 <laughs> よ。あ、だんだん大丈夫。だってね三鷹さんね、そのスケートのテクニカルに関してはもう素人だかも分かんから <laughs> そ。そこは分かんない。う,う、逆にね何もない真っさらな状態で、そうやっぱりメイクとかヘアとかそういう点についてちょっとお話ししていきましょうよ。はい、はい、ぜひ <laughs> いきましょうよ。いはい。まあ、まあまず早速ですが、写真がキイラーリカちゃんが出てますね。綺麗よね。<laughs> あの上手、うん、ちゃんと自分の見せ方をよく知っていらっしゃるんだなと思って、うん、あとはそのわざとまとめてないィ、はい、ニオンにしてないのも似合ってるし、うん、新鮮、うん、ただ一つすんごい上手すぎちゃうのメイクが。上手、うん、すぎるから何、うんえっと、て言うんだろう 彼女もお肌若いからもうパーンとそれこそゆで卵みたいな肌だと思うのすっぴんはお会いしたことないからわからないんだけどでもその若いからハリがあってゆで卵みたいな肌でいられるんだからここまでファンデーションは塗らなくていいと思うの僕真央ちゃんの時も本当に薄いからファンデーションは逆に彼女は綺麗だけどどっちかって言ったらファンデーションでそのなんていうのかな作った綺麗な肌なのよ 作らなななくても若い綺麗な肌なのだから僕がもしやらせていただくんだったらもっとファンンデーションは引き算にするはず<ー>そしたらもっと若々しさとチャーミング差が,が出てくるんじゃないかなでも眉毛もちゃんと太眉で今どきだしアイラインも少し綺麗ながらに上げすぎず下げすぎずだからお好きなんだと思うので今の時代にマッチしたメイクをなさってるんだよね。 なこれメイクに関係あるか分からないんですけどなんかやっぱショートの時のリカちゃんとフリーの時のリカちゃん別人を見ているようなもしかしたら表情の使い方メイクのどう工夫しているかは私の目は分からないけどそういうところもすごいなって普通に思います宮原さと宮原さんも坂本さんもお三人に言えることはまずファンデーションを。を の塗り方を勉強勉強強じゃないいアドバイスさせて欲しい<ー>もっと可愛くなるからあの<ー>さっきもちょっとね言葉選ばず言わせてもらったけど20代に見えないんだもん僕から見たら。あ逆にお化粧で<ー>そうお姉さんの顔じゃないのも<ー>老けた顔に見えちゃうの<ー>僕から見るとね。 スケーター全体的に女の子メイク濃いメイメージが濃いの何、えー、で濃くするのって薄いファンデーションでいられるのは今のこの年代でしかいられないんだよって、えー、ましてその氷がレフ板の代わりになってくれてるからパーンと明るく飛ばしてくれるわけだからこんなに塗らなくったってそれプラスあのちょっとパーツにあの眉だったりくしりだったりアイラインだったりその技術さえ覚えれば。えー だ完璧になんていうの首の色と肌のお顔の色色とお顔が違って見えるでしょうん、うん、レフ板であんだけライトが下から上がっててこれだけ違うっていうことはもう完璧違う色を塗ってるっていうことなのよ。<ー>あのなんか私結構、うん、海外とかで練習しててすごくいつも思ってたのが向こうって結構アイスショー文化っていうかうん、うん、ヨーロッパとか特にそういう文化がすごい発達してるからメイクに関しての。 その先輩がす,ぐすごい身近い絶対なんかみんなスケーター選手でいてプロになる選手が多いからそういうアドバイスを聞いてるけど日本人の中でそうやってメイクの共有する場っていうのが舞台の上でないからどうしても参考にするのが外人選手のメイクだったり外人選手ってさだって外人なんだもんもう顔の作りが凹凸がはっきりあって美しいじゃない。あれと対抗するにはやっぱり もっと自分をどういうメイクで見せたら一番可愛く美しくなるかしかもこの衣装だったら今回はこういう風にすればいいのかっていうのは工夫しなきゃいけないと思うのね、うん、今の一般の若い子って上手じゃん YouTube とかで上手でしょああいうものをちょっと取り入れられたら変わると思うのそれにはやっぱりかな基本の セミナーっていうのは必ず必要だと思うの、うんうん、そっからはご自身でやっていけばいいんだけどだ坂本さんもそうなの、うん、同じなのやっぱファンデーションはもっとちゃんと薄くでいいと思うのね、うん、でも彼女の平行の凛とした眉は全然いいの、うんうん、あとはこの口紅の色がやっぱおばさんっぽいのよね若さが口紅の色一つでやっぱり<ー>もちろんもちろん、うん、あのねここがコスチュームエナメルが入ってこれマットり マトリックス,ックス、ね、ちょっとハーードななバージョンじゃない、はい、手袋もエナメルが入ってたりするじゃないだからハードにしたいの分かるんだよね、うん、ハードにしたいからって言って口紅をちょっと濃くするのは分かるんだけどその濃い赤でもピンキーがあるわけ、うん、この色つけたら一番おばさんに見えるから<ー>彼女にはね数ある中でちょっとしまいだからその <laughs> いやでだから夫が可愛いいから僕はもったいないっていうの。うんうん 皆さんそうなの。だったらすっぴんでもいわくのもなしもうポニーテールで滑った方がよっぽど可愛いと僕は思うの。の、まああね、あのうん、女子この3人組本当に可愛いですからね。ねマジで<と>女,女優さんとか,なんかそうやって例えるのはあるかもしれないけど本当に可愛いな。ね、もう外人さんってさ化粧しなくて,ってもう顔がちっちゃくて骨格がこうやって鼻筋通ってるからこれだけで見栄えするじゃない。 く君みたいな髪質だからさこうやって遅れ毛がふやんって落ちててここもキュッとゆるくポニーテールしかしてないんだけど何か何て言うんだろうニュアンスが出しやすいの。<ー>柔らかい髪でこういう感じだとねでもこれを日本人にするにはやっぱりすごく難しい。<ー> すごく難しいしかもこうぎゅっと上げたときに僕今回はないんだけど何回かね選手権でこういうちょっと今日持ってきたの見てくださいこういうねポニーテールした時に髪の毛落ちてくるじゃない、はい、落ちてくる時にこういうピンあるじゃないあるのね、うん、あ雨ピン雨ピン雨ピン<ー>こういうピンでこういうふうに横に止まってるはいこう見えるように止まってるはい下手したらここにも止まってるこうやって <laughs> 止めてたあるのねこれはプロからしたら 止めるピンなんだけど、決して見せて美しいピンじゃないの。見せないピンなの、見えないように止めるの、これは。だから、これを。競技で使うっていうのは。やめたほうがいいし、美意識として僕の中にはないの。だったら、攻めて、今日持ってきたのよ、いろいろ。こういうね、<laughs> ほら、パッチンってあるじゃん。あ挟むやつ。挟むやつ、くの字に。これだって、絶対落ちないから。はい。で、黒が良ければ、黒がいい。 使えばいいのでもしご自身の衣装に合わせて例えば坂本さんでさっきの黒だったらこれはちょっとツヤがあるじゃない、はい、もっとキラキラさせた方はここにグリーンのラインストーンをのりで貼り付けばいいじゃないあデコルティーじゃないデコルティーそういう工夫は絶対した方がいいと思うんだよね。<ー>でピンだっててさ可愛いいいいののってもっもとこういうのもあるじゃないはい、パールがついてこういうのもあるし、はい、普通にこういう刺すだけこうやって。 さっきのアンベピンみたいになるわけじゃそれがねなんか衣装の一部でそうよくあの男子選手は分かんないんですけど女子選手コスチューム作ってもらうと一緒に衣装,衣装作って、はい、布でね、はい、い衣装さんが、まあ、なんかこうちょっとよかったらどうぞっていう優しさでプレゼントすることがしてくれることがあって衣装と同じ生地のやつでやっぱなんかそれを使わなきゃと思ってそ,れはつくその使い方はもちろんそれはそれで分かるんですけどあののなんかそのいっぱいついてるバレットみたいなやつあるじゃないですか。あれを 作っててさる人がいてどこに止めればいいのかなってそれはもうだからヘアメイクとの、はいね、コンビだよねそういうのプロと相談してやれる場があったらいいですよね、うん、そうあとはよくほら真央ちゃんもそうだけどここにつけるのってこういう櫛の方がいいわけグッとシニオンの中にグッと入るから、はい、それで刺した後にさっき見せちゃダメよっていうアメピンがあったでしょはいはい、はい これだってさこれだけギュッと刺しただけだとすんごい回転したら落ちる可能性があるからだから僕らは刺した後にこうやって上からと下からとこうやって止めるのそれで出るのはここの飾りだけのとこあ<ー>だからグーッと刺して刺したものが落ちないように上下で止めるわけ出ないとあれだけ回転されたら落ちるからそれも真央、ま、ちゃんの時も大丈夫これで絶対落ちない って言って確認しながらやってたのね。<ー>落ちたら減点になっちゃう。減点になっちゃうの。ね、そうなの。だから、そこまで、あの。競技を関わらせていただくっていうことは、もうとてつもなくありがたいんだけど、そういうプレッシャーが。あるのね、うん。競技っていう面でもね、あの頭の筋肉とかもすごい大事で、村君も最近よくあのアイスショーとかで。髪をこう縛ったりすると、うん、後ろのところ、髪、うん、なんか頭をこう下げた時に。引っ張られちゃうとか。うんうん そういうい筋肉的な悩みとかあとこういう串,うん、うん、串っていうかその刺すやつとかもあの私,っ <laughs> <laughs> 私ってよく転ぶんですよ私ってよく転ぶんですね試合中とかでも。であのそのシニョンとかお団子の中にこう串刺してるとそれが刺さって怪我しちゃったこともあったりしてに刺さって地肌に刺さってこ刺し方が悪くってああこういうピンもプロの方に止めてもらうと安心なんですよしっかり、うんね、あの場所考えてやってくれるんで。ね、自分でやるる本当にに怪我につながったりするから、うんうんうん あの悩みましたねね結構ねそういうのも含めてやっぱりセミナー、うん、ヘアメイクのセミナーっていうのはう、うん、これはもうう本当に必要だと思うあとその男どこのメンズメイクとセットの仕方それこそ整髪料のね使い分けとかうん、うん、そういうのはやっぱり必要かなと思う。それ <music>